皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、サプリメントについて解説をしていきたいなと思います。今回解説するサプリメントはグルタミンですね。皆さんよく聞くサプリメントで、まあ実際に取ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、グルタミンはどんな効果が期待できるのかっていうところをですね、解説をしていければなと思います。グルタミンの期待できる効果、大きく分けて3つあります。1つ目は筋分解の抑制ですね。グルタミンというのはアミノ酸の中でも体内で合成できる種類のアミノ酸、非必須アミノ酸に分類されるアミノ酸の一種なんですね。自分の体で合成できるので、しっかりタンパク質が取れていれば、普通の人はグルタミンを取る必要ってないんですけども、ハードにウェイトトレーニングをされる方、スポーツをされる方なんかは、グルタミンの消費がすごい激しくなるので、体内での合成が追いつかずに足りなくなってしまう。なので、外から補ってあげないと、筋肉を分解してグルタミンを作ることになってしまうので、サプリメントでの補給が必要になってくるんですね。そういう意味でグルタミンはですね、純必須アミノ酸って呼ばれたりします。条件によっては外から取ってあげる必要があるということですね。なのでしっかりね、ウェイトトレーニングをされたりスポーツをされたりしている方、しっかり筋肉をねつけていきたいっていう方、あとはですね、減量中で摂取エネルギーが低い状態で激しい運動をされている方なんかは、グルタミンが不足しがちになってしまいまして、筋分解が起こりやすい状態になってしまうので、グルタミンを摂取してあげることで筋分解を抑制する効果が期待できる。これが1つ目です。2つ目が免疫力の向上というところですね。これはどういうことかと言いますと、グルタミンですね、こう免疫機能に非常に大きな関わりを持ってまして、腸内細菌のエネルギーになるんですね。腸内細菌がこうしっかり働くことで体の免疫機能も活性化をされるので、そういう意味でですね、グルタミンを取ると免疫機能が強化されるって言われたりします。取ったからってね、病気にならないっていうわけでは決してないんですけども、正常な免疫機能をしっかり保つのにいい働きをしてくれるという程度に、覚えておいていただければなと思います。3つ目、これはですね、あんまり知られてない機能なんですけども、実はですね、お腹の調子を整えるのに非常に効果的です。グルタミンっていうのは医薬品として認められている成分でもあります。胃腸薬の成分として認められている実は成分でもあるんですね。薬局なんかでこう胃腸薬見ていていただくと、グルタミンが入っているものって結構あると思うんですけども、それぐらいですね、科学的にグルタミンの腸内環境に関する効果っていうのは証明されているものなんですね。なので、こう例えばですね、ビアファイバーなんかとグルタミン一緒に取っていただくと、相乗効果でよりですね、腸内環境がいい方向にいって、それがね、間接的にまあより腸内環境が良くなることで、しっかり栄養が吸収できるようになって、より筋肥大が促進されるとか、よりこうね、調子よく運動できるとか、そういう効果も期待できますので、そういう意味ではですね、グルタミンをしっかり取っていただくっていうのは、間接的にですね、より筋肉をつけていきやすい体の環境に近づけてくれる効果も期待できるので、ぜひ取っていただければなと思います。まあ、おすすめの摂取量なんですけども、やっぱり体質によるところもありますし、人によってですね、体感できる量っていうのがバラバラなんですね。まあ、例えばグルタミンのパッケージに書かれている、まあ、1回 5g ぐらいの量でもしっかり効果を体感できる方たくさんいらっしゃいます。特にですね、こう腸内環境を整えるとか免疫機能を正常に保つとかっていう意味では、それぐらいの量を取っていただくだけで十分効果を体感できる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、その筋分解の抑制とか、そのトレーニングからの回復っていうところですと、実はですね、かなりの量を取って効果体感できるっていう方がちらほらいらっしゃるんですね。リアルスタイルフィットネスクラブのトレーナー田中なんかは、トレーニング後に 30g ぐらいグルタミンを飲むと、次の日のこう疲れの残り具合が全然違うよなんて言ったりしますし、私もですね、グルタミンを飲む時なんかは、疲れたなっていう時はもう蹴散らずに 30g ぐらいもうバーッと取って、寝る前とかですね、トレーニング後両方取る時もあります。そうなるとまあ合計 60g 1日で取ることになるんですけども、それぐらい大量に飲むと次の日やっぱりね、ちょっと楽になったりと
か、個人的な体感なんでね、それぐらいたくさん飲んで、みんながみんな効果を体感できるというわけではないんですけども、まあ一応ですね、こう個人の体験として、お話をしておきますので、興味のある方はですね、試してみていただいてもいいかなと思います。では今回はですね、グルタミンの効果と、摂取量について、お話をさせていただきました。他にもですね、こんなサプリメント成分の飲み方効果について解説をしてほしいということがございましたら、コメント欄で教えていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。